世界の内陸国世界の島国陸上の国境がない国内陸国とは陸の国境に囲まれ海がない国家である世界には48の内陸国がある内陸であることは河川などの推計さえ確保できていれば防衛上はこれ異常ない時点であった河川は上流であるほど抑える価値があり下流域は上流域より価値が低かった日本でも干ばつなどの際古代から 上流の田畑には水が行き届くけれども、下流では水不足になったという記録は、枚挙にいとまがない。また、6世紀から8世紀にかけては日本では、とは多く、内陸に置かれた。これは、白月の絵の戦いで、当、白木連合軍に敗北した日本の朝廷が防衛を考慮し、大阪湾に出る河川を確保した上で、山城、山と大見といった内陸に、 奇人の住処を移すとを構えたこととも関連する。なお、世界的に見ても、古今問わず、洋の東西を問わず、海を持つ大国のとは、海からの上陸の容易な海岸沿いの沿岸都市では、なく、あくまでも河川のある内陸都市に宮城が置かれていることが多い。その後、世界で大規模船舶建造が行われ、食料や燃料、人員を大量に積んで、長距離での航海が、 坂になり、植民地を得ることが、自国の繁栄につながると考えられるようになると、進出侵略上では海に面した国の方が先んじることになった。大型船舶の建造は、植民地と本国との海運貿易の発達を促し、中世から第一次世界大戦戦後にかけては、欧州各国は、内陸国であっても海への出口を確保することに、躍起になった。白は、クロアチア領。 赤はボスニア・ヘルツェゴビナで唯一海岸がある町ネウム。第一次世界大戦は、毒ガスの開発、近代的な戦車の使用、航空機による空爆などが初めて大規模に行われた戦争であり、その後の第二次世界大戦でも制空権の確保が被害の拡大と戦況を左右したこともあり、海岸線の確保は以前よりは重視されなくなっている。貿易産業においても、 欧州の時計などの機器、高級種、生鮮火器、IC チップなどは内陸で生産して空港から航空機により輸送することで、船便よりも短時間で世界に運ばれ、20世紀には先進各国では航空機産業と空港の整備が争うように進んだ。内陸国の通貨貿易に関する条約は初めて内陸国が関税なしに他国を通過して、 海に連絡する権利を定めた多国間条約である。その後に採択された海洋に関する包括的な条約、国連海洋法条約でも同じく内陸国の海への出入りの権利及び通過自由を認めている。国際連合には発展途上の内陸国を援助するための行動プログラムがある。いくつかの内陸国は内陸の海に面している。しかし、これらの 海は湖ともみなされるため、また内陸の海と外の海との間で船舶の航行が行えないため、そのような国は内陸国とされる。内陸国には海に接続するための回廊と呼ばれる陸地が与えられることがある。例えば第一次大戦後のポーランドに与えられたポーランド回廊がそうである。しかし回廊によって他国の領土を分断し、 飛び地ができてしまうことがある。国境を接するすべての国が内陸国である。内陸国のことを二重内陸国という。二重内陸国では、海に出るために少なくとも二つの国境を越えなければ、ならない。現在世界にある二重内陸国は、リヒテンシュタインとウズベキスタンのみである。以下に掲げる国は、国土の面積に対して、非常に短い海岸線しか持っていない。 A 世界最大の潮湖であるカスピ海に海岸線がある。B 園湖であるアラル海に海岸線がある。C 系層、SO、地域で限られた国だけが承認する。D 一つの国のみに囲まれている。ありがとうございます。